それじゃあいいっす、続きからやっていきます。あ、そういう感じね。撤収だ、とりあえず。周りに味方の船も敵の船もなさそうだぞ。お、あのグリーガーはやばそう。いまいましい、いまいましい。グリムソン、あの男はまさか合体した人間なの？気持ち悪い。どうやらグリムソンにやられたようだな。お黙りなさい。まさか不死である私がラーグにまで助けられて逃げ出すなんて、こんな屈辱、かくなる上はあなたたちだけでも。来るぞ。やばそうだな。2戦目。さあ、ちょっと待ってくださいね。海の木屑にしてあげる。じゃあ、一回。うん、うまい。これ食って。集中力高めて。それじゃあ、行くか。これで、行きましょう。崩された。やかれ。おいかませるか。くらえ。どうだ。これちょっと見えない。ちょっと見えない。ちょっと待った。これどうだ。わっ、まだこんな力を残してやがったのか。はいはいはい。ドミドミかわせるか。これでどうだ。あー、全然いけるわ。あ、全然痛くないわ。オーズの方が強かったわ。よし。そこだ。おお、すげえ。釣り上げ上がった。はい。
リダイアルズ。でけえ。やった。オーズの後のヨルズはきついって。まずい。兄弟、この船も終わりだな。兄弟、海に飛び込むぞ。了解。アドル、カージャー。サンドラス号か。二人とも急いでください。すぐに離脱します。おい待て、え？え？うん。今のやばくね？どこに刺さった？どこだここ、あのよ。聞いたかい、クリスティンさんとこの息子さん、冒険の旅に出るって。父親に似て変わり者ね。外は大きな戦争の真っ只中だって聞くぞ。バカだよバカ、身の丈に合った暮らしをするべきだろ。海を見たいって、所詮は大きな水たまりじゃないか。交渉人の話は鵜呑みにしているのさ。なんかどんどんまがまがしくなってない？決まっているのにな。どうせいつか下手打ってのたれ死ぬだけさ。いやーねー。やれやれ。うわ、どんどん体が重い。これ以上前に進めるだろうか。まずい。まだだ。うわ。全身の痛みは変わらず続いている。だが、まだ踏ん張れそうだ。だって、歩き始めたばかりだから。だって、歩き始めたばかりだから。あはは、喋った。アードルが喋ったぞ。これは胸熱。いいな、面白そう。他人の言うことなんて気にしなくていいんだ。そうそう、みんな羨ましいのよ。どこまでも自由な君がね。いよいよ旅立ちか。頑張れよアドル。これ過去作のセリフとか、もしかして。いつか必ず帰ってこい。ここはお前の故郷なんだからな。ごめん、過去作やってないからわかんないけど。ありがとうアドル君、うん、君のおかげで村人の命を救うことができたよ。いよいよエステリアを出発だ。ドギの声。どんな冒険が待っているか楽しみだぜ。なあなあアドル、旅の話もっと聞かせてくれよ。私もいつかアドル君みたいに強くなれるかな。僕たちとサンドラス号なら、うん、どんな難所も越えられる気がするんだ。これはいいステンだよな。君も意外と向こう水だよね。でも時々それが羨ましくなるよ。
みんな君を頼りにしているわよ。もちろん私もね。これは立ち上がるしかないな、アドル。こんなとこで死んでられるか。アドル。あ、お前がいたから私は。カージャ、一筋の光が。こんなとこで死んでられるかっていうね、話よな。え？あ、古びた鍵3。おお、宝箱のやつか。どこかで使えそうな鍵。あ、じっちゃん。おお、アドル君か。こんな場所で会うとはな。はて、ずいぶんと調子が悪そうじゃが、大丈夫かの？いくら若いと言っても無理はいかんぞ。さてはここへたどり着くまでずいぶんさまよったのではないか。はい。君にしては珍しいこともあるもんじゃ。一体何が？おや、その手に握っているのは最後の鍵じゃない？この鍵はもしや最後の宝箱の？記憶は戻りつつあるものの、ここに何をしまったかは思い出せん。じゃがわしにとって一番大切なものであることは確かじゃ。アドル君、開けてみておくれ。何が入ってんだ？何も入っていない。いや、その必要はない。これで、これでいいんじゃよ。そうなん？そりゃその通りじゃ。アドル君、一つ謎かけをしよう。この宝箱に入っていたはずのわしの一番の宝物、それが一体何なのか当ててみておくれ。おういずれ答え合わせをしよう。今はまだ空っぽじゃが、そう遠くない未来、君ならきっと。なんだ？やばい。外したか。でも一人連れて行くわ。何？うわ。やばそう。これ。そんな仕掛けだったとはね。え？兄弟、まだハルの元へは行かせねえぞ。いやー、ちょっといろいろ心配事が増えたな。うわー、まだまだ続きそうですね。
とりあえず無事だったけど。やはりグリムソン様の予想通りになりましたか。全軍に伝えてくれ。目標サンドラス号カージャ、いやロロをここで葬る。ロロ、クソ、何だってんだよ。どうして急に。多勢に無勢だ。今はとにかく逃げるしかないね。マルタ水軍の艦艇が急速接近。マジか。雪原攻撃が来ます。やばい、急展開すぎる。いろいろと。モスフリートに助けられた。どうなってるの。前方にノーナが発生。霧だって。おいおい、あれはもしかして。他に選択肢はないね。逃げ込むしかなさそうだ。そしてグリーがこっち側になるとか。全速前進。いや、このまま白い闇に突入します。そういうわけじゃないか。さすがに今度の敵はバルタ水軍とか。うわー、こりゃまだあるな。アドルも心配やけど、カージャもちょっとやばいよ。飛び込んだのはいいんだけど、この霧前みたいに抜け出せないってことはないよね。わかりません。でもサンドラス号を守るために発生させたように見えました。うん、確かに不自然な霧だよね。ラーグじゃろ。みんな霧を抜けろ。もしかして。ローグ東海部。ここはどうやらフルーメン海峡を抜けてローグ海に入ったようです。霧に包まれたまま海上要塞も突破していたのか。とりあえず七は脱したみたいだけど。おい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 、なんでだよ。なんでバルタ水軍が攻撃してきたんだよ。うるさいよバカグレン。だっておかしくねえか。いきなり味方に攻撃されてグリーガーには助けられて。そういやグリーガーたちはどこに行っちゃったんだろう。さてね、周りに彼らの船はないみたいだけどさ。そのエゼル君は知らないかな、バルタ水軍が攻撃してきた理由。すみません、私は何も。とりあえず海上に姿を晒したままじゃ危険だね。どこかの島に船を隠して修理した方がいいんじゃない。そうですね。エゼルなんか知ってそうじゃない。今は俺たちがやるべきことをやるしかないでしょう。レイフが仕切ってるね。うん、変わった島が並んでるね。おそらくルイヌ群島です。ルイヌ群島。浸食された奇岩が立ち並ぶ姿から海食遺構とも呼ばれていますが。ふん、俺は海の戦場に関しちゃ素人だけど、あの辺りの島なんて隠れ家に良さそうなんじゃない。確かに。ああ、依存ありません。ちょうどいいね。よし、決まりだね。リラ、あー、ついにリラか。よし、それじゃあ互いに状況を報告しておこうか。うん、とりあえず怪我人の手当ては一段落したかな。アドル君はまだフレア先生とお父さんがつきっきりだけど。アドル、心配だね。くそ、よろずめ、こんなことになるとは。
だけど今はとりあえずサンドラス号をなんとかしねえとな。うん、いつまたバルタ水軍に見つかるかわからないしね。こっちはひとまず損傷箇所の確認が終わったよ。お疲れちゃん。修理に結局どれくらいかかりそうなんだ。そうだね、海上要塞の時と同じくらいはやられちゃってるかな。大変だね。可能な限り毎回毎回修理で3日というところでしょうか。ただ皆さんも随分と疲労されています、うん、何、修理作業も慣れてきたしな。動けるやつらでちゃっちゃと終わらせてやろうぜ。さすがドギさん、頼もしいね。アドル君？ん？え？大丈夫なのか？おいおいアドル、もう歩いて大丈夫なのかよ。奇跡だね。急所を打ち抜かれたように見えたけど。よかった、本当に。うん、よくこの短時間でってフレア先生たちも驚いてたな。うんうん、お前さんがそんな簡単にやられるわけねえと思ったぜ。ちょうどいいか、アドル、それとみんなも話しておきたいことがある。うん、私も混乱してるからうまく話せるかわかんねえけど、少し前に私はベルセルクの力を使えるようになった、うん、そうだったのか。ベルセルクって？グリムソンが使ってるの一度だけ見たことあるぜ。めちゃんこ強くなるノーマンの力だ。説明が雑すぎない？まあそういうことよ。傭兵団にもノーマンがいて一度だけ見たことあるよ。普段より何倍もの力を発揮して戦い続ける激しい闘法でしょ。力尽きて倒れるまで止まれないって聞いたけど。制御できない強い衝動に支配されちまうのは確かだ。自身の身を焦がし全てを焼き尽くしたくなるような、そんな感覚にとらわれて敵味方を区別なく攻撃しちまう。そんな、怒り狂って手がつけられないローザと同じじゃねえか。おい、焼き尽くしてあげましょうか。ベルセルク自体は私もそんなものだと思ってた。心の闇がきっかけになるらしいし。心の闇なんて私ないのに。ありそう。でもあの時アドルが死ぬかもって思ったら、うん、その衝動が大きく膨らみ上がって弾け飛んだかと思ったらヨルズを包んで取り込んじまった。確かに。気づいたらその衝動は、うん、全く異質の何かに変わっていた。ちょっとやばいよね。私には直感で分かった。そう思うしかなかった。これが、うん、私がロロだって。いやー、ロロって三将が子孫を探していたけど、どういうことですか。私の衝動がヨルズを取り込み、うん、抑えようのない黒い感情が生まれた。これはこの世の全てを否定し滅ぼすためだけに存在している。これこそが三将が権限を望んでいたロロだということだ。奴らが探していたロロの子孫、主とは私のことらしい。そんなカージャス様が、なんかの間違いじゃねえのかよ。いや、もしかしてだからこそバルタ水軍がいきなり攻撃してきたのか。それにしちゃあまりに判断が早くなかったか。まるで事前に知ってたみてえに。だな。おそらくグリムソンは私がロロだって知っていた。グリーガーのオーズやラーグが
サンドラス号をかばったのも、つまりはそういうことなんだ。ああ、なるほどな。悪いと思ったが、話は聞かせてもらったよ。今の話は我々にも聞く権利がある内容ですな。親父、父さん、君たちのおかげでこれまで多くのカルナック住人が救出された。いろいろあったが、これについてはカージャ君に心から感謝している。だからこそ私たちも惜しみなく協力してきたのですぞ。ですが今の話では、カージャ君がグリーガーの主、その話が真実だとすると、我々は関係を見直さねばな。いや、親父、てめえ、当然だろう。私はカルナックの町長だぞ。町を襲撃した陣営と手を取り合うわけにはいかん。まだそうだと決まったわけじゃねえだろ。そうです、カージャさんも混乱していて。だってよ、ここまで一緒にやってきたんだぜ。あんたを助け出せたのだってカージャやアドルのおかげだろ。言いたいことはわかる。だがバルタ水軍がサンドラス号を攻撃してきたのは事実だ。今まで通り行動していたら、この先何が起きると思う？クルス、今までは容認してきたが、考えてもらわねばならんぞ。賢いお前のことだ、判断つかないはずがなかろう。そんな。はいはい、失礼します。グリーガーか。ラーグ。いやいや、皆さんお騒がせして申し訳ありませんね。どうかここは僕の顔に免じて一つ穏便に。ラーグ、僕に確認したいことがあるんじゃないかと思ってね。いやあ、最高の展開じゃないか。こうして前に立つだけで僕の全身が泡立ちそうなくらいだ。こいつはカージャ、君は間違いなく我らが主の末裔だよ。なぜ今まで気づけなかったのか、そこは謎なんだけどね。間違いないということか。それで私がロロだとして何がどうなるんだ。そうだね、とりあえずはリラ様に会いに行ってみようか。別に目的も何もないさ。カージャが主なら当然リラ様に会う権利があるからね。リラに会えるのか。理由は本人に直接聞いてみたらいいんじゃないかな。それと主がサンドラス号と一緒にいちゃまずいんじゃない。怖いバルタ水軍が血眼になって探しているからね。兄弟どう思う？会いに行こうぜ。だな、ラーグの思うツボかもしれねえけど、どうせアドルもリラに会う必要があるんだろ。さすがだね。どうやら答えは決まっているようだ。ラーグがピッカードに。ダメ、カージャさん。かぶされた。そうだぜ、こいつの言うことなんて聞く必要ねえ。そうだ、サンドラス号の諸君にはこれを渡しておこうじゃないか。もっと、こいつを。サンストーン、君たちでも扱える小道具さ。そいつがあれば白い闇の中でも方角がわかる。おお、リラ様がいる三角海域のセレネス島へたどり着けるだろう。セレネス島、
どうしてこれを私たちに？舞台を降りるならせめて観客として盛り立ててくれたまえ。ただ先ほどの会話を聞く限りそんな気概もなさそうかな。町長の言う通り、もう君たちが行動する意味はないかもしれないね。俺たちはそんなつもりは。人間のつもりという言葉ほど虚しいものはないね。ちゃんと他のメンバーと話し合った方がいいんじゃない？主よ、あなたの準備が整ったらすぐに出発いたしましょう。わかった。なるほどね。いやどんどん動かして 動いてきたね。いろいろとストーリーが。オーロラスベリーとかないからな。やっぱこれなんだよな。次そろそろ出かけようか。宝箱あるね。あそこにも宝箱がある。ゴールドでピッカード。ピッカードは心なしか警戒しているようだ。カージャのことか。マジか。どれどれ、そろそろ出かけようか。んじゃあ、ちょっと一旦切りたいと思います。いやちょっとストーリーが気になりすぎてどんどん進んじゃってるわはい、チャンネル登録高評価お願いします。ではお疲れ様でした。またね。